崎市には受産施設が7カ所、内職斡旋所が4カ所あって、一般家庭で仕事をしたい人のためにお役に立っていましたが、今度新たに稲田に稲田受産所が増設され、市民の生活向上のために少しでもお役に立とうと努めています。皆さんのご利用をお待ちしています。